はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。でね、今日の戦果、今日はね、ちょっとたくさん買ってきたよ。たくさん買ってきたって言っても出そうか。じゃん。ゴールデンカムイの2巻からちょっと待ってね。はい、23巻までドカンと買ってまいりました。というのも、ちょっと前にね、1巻買いましたよってまあ言ったと思うんですけど、なんで今まで買わなかったかっていうと、まあその時にもちょっと話したんですけど、まだゴールデンカムイが連載始まったばっかぐらいの時に1巻読んだんですけど、その時はなんか刺さらなかったんですよ。うん。で、改めて、まあもう完結するよっていうので、またね、再チャレンジで1巻買ってみて、で、それを読んだら、あのね、びっくりするぐらい面白かった。なんで刺さらなかったのかわからないぐらい面白くて、で、今日、古本屋さん行ったら、2からこのね、23巻までとりあえず置いてあったので、もうね、ずらっとその棚空にしてやりましたよ。というわけでね、まとめて買ってきたんですけど、ほんとちょっとね、読むのが楽しみ。一巻なんで刺されなかったんだろうな、昔。ほんと謎。うん。はい、というわけで今日の戦果は以上です。で、今日おすすめする漫画は、こいつだ！ドン！ガン！ボーン！親愛なる僕へ殺意を込めて！です。これはね、サスペンスです。またかまずに言えた試しがあるかな。またサスペンス持ってきましたよ。はい。前回も言いましたけど、サスペンス好きなんですよ、私。で、これはね、面白いよ。うん。あんま面白いって言うとね、思考を停止してるみたいでよろしくないんですけど、うん。まあ、どんなお話かっていうと、このね、表紙の男の子が主人公の浦島エイジ君っていうんですけど、まあ、どこにでもいる普通の大学生、なんですけど、実は15年前、もう日本中をね、震撼させたね、とある事件があって、で、通称 LL 事件っていうんですけど、もうね、女子大生をターゲットに、もう見るも無残な方法で何人も女子大生を殺していく殺人鬼がいて、で、その事件、まあ、LL 事件って言うんですけど、その犯人の息子なんですよ、こいつ。なんですけど、まあ、この子自体はね、まあ、普通に暮らしてたのかな。まあ、もちろんね、親父がそんなんで、しかも最後、焼身自殺するんですよ、その親父はね。で、まあ、監察官やってた浦島さんっていう人に、まあ、引き取られて、だから本当はね、なんて名前だったかな、八の井だ、八の井っていう名字だったんですけど、今の浦島家に引き取られて浦島英二になってます。でもやっぱりね、そういうのってどっから漏れるんだろうね。周りからはちょこちょこ噂になってます、あの LL 事件の殺人犯の息子だぞっていうの。まあまあ、でもそんなの気にしてね、気にせずに頑張って生きてたんですけど、何の前触れもなしに、記憶が飛ぶようになります、この子。で、その記憶飛んでる間に、いきなりね、彼女ができてたりだとか、で、大学のね、ちょっと、半グレみたいな、まあ悪そぶってるやつが急に浦島さんチースっていう感じで、もうなんか射程みたいになってたりとか、で、挙句の果てには
アパートに血痕がついてる金属バットと3000万があったんですよ。全く身に覚えがないですよ。というのも、この浦島エイジ君、二重人格です。で、その浦島エイジの裏の人格、まあ作中では B1 っていう呼び方してるんですけど、その B1 が裏でなんか悪いことやって、まあ彼女も勝手に作ってるし、その3000万もね、手に入れて、もうガクブルですよ、エイジ君。で、それと同時期に、とある女子大生が殺害されるんですよ。しかもそれが LL 事件と同じような手口で。で、真っ先に警察が、この主人公である浦島エイジ君に、まあ、容疑をかけて、任意同行、というかまあ、質問をされるんですね。で、もう本人は自覚はないんですけど、ひょっとしたら自分の二重人格の裏の部分である B1 が何かしら事件に関わってるんじゃないかと、もう不安になって、その真相を暴こうと、その女子大生葉山陽子っていうんですけど、その子も実はこのエイジ君とお付き合いしてた彼女だって言われるんですよ。でもエイジ自身は全然身に覚えがない。だから B1 がやってるんですよ。なのでもう人事じゃないんで、その事件をきっかけに自分の裏の人格である B1 が一体何をしでかしてどういう人物なのかっていうのを探っていくというところからお話が始まります。で、二重人格って言ったらね、多重人格探偵サイコとかが有名なんですけど、これもね、サイコに負けず劣らずね、なかなか、なんて言えばいいのかな、面白いって言っちゃおうか面白い作品です。で、取っかかりはその葉山陽子だったかな、うん、が殺されたのをきっかけで調べていくんですけど、もうそれからもうあれやこれやあれやこれやと調べれば調べるほど新たな謎が出てきます。これ同じようなこと前回前々回と言ってる気がするねある程度はサスペンスあるあるだとして、聞き流してください。本当、調べれば調べるほど、あれやこれや、もう、出てくる。その、陽子ちゃん殺しの犯人だったりだとか、で、その3000万なんでだったりだとか、知らん間にできてた彼女のことだったりだとか、いろいろね、もう謎が謎を呼ぶ。もうね、次が気になってね、夜も眠れないです。でね、朝も起きれないです。朝起きろってね、突っ込んでほしかった。一人でやってるからね。で、これがね、全11巻でもう完結しております。皆さん、もう一度言います。完結しております。この、もう言ったらね、ものすごい勢いでもうブワーッと駆け抜けていくんですよ。謎が謎を呼び、謎が謎を呼び、謎が謎を呼び。おー、噛まずに言えたね。そんなストーリーが、もう完結してて、眠れる夜を過ごすことはないです、皆さん。やったね。完結してる。もう本当にね、その、まあ3000万だったり何だったりって言ったんですけど、そのね、
LL 事件という、まあ、こいつの親父がしでかした事件についてもいろいろ明かされていきます。本当にね、あ、もう何っていう感じで、これのために動いてたと思ってたら、なんかこんなんも出てきたんだけど、で何それ、ちょっと調べるわって調べてたら、何こことつながってんの、マジで、じゃあちょっとまたちょっとここら辺調べる、あんま似てなかったね今マスオさん、そんなもう読み出したら止まらないサスペンスになっております。もうちょっとね、自分に語彙力とか説明能力があればね、いろいろ、まあとかあれだね、そうサスペンスはね、これあえてネタバレは本当厳禁だから、あえてこういう喋り方をしてる体で、はい、というわけで今日のおすすめポイント、もう自分さえ信じられない二重人格サスペンス、もう自分さえ信じられない、もうこのね、エイジ君二重人格ですから、もう自分エイジの人格の時はもちろん自分の行動に責任も持てるし覚えてるんですけど、その裏返ってるっていうか、その B1 になってる時の記憶はないんですよ。なのでもう自分すら信用ならない、もう疑心暗鬼、もうレベル5ですよ。テレレ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 、日暮らしだね、パチンコだね、はい。で、事件が事件を呼ぶジェットコースターストーリーと書きました。これもうさっきも言ったようにね、これ調べたらあれが出てきて、あれ調べてたらこれが出てきて、で、あれだからよく見たらこれとこれつながってて、っていう、本当に読み出したら止まらないです。そんな親愛なる僕へ殺意を込めて、なんと試し読みが、調べるの忘れました。ごめんなさい。でも、もう完結している作品ですし、どっかしらね、できると思います。なので、ちょっとでもね、気になった方、試し読みで、もうさっきも言った通りね、この全11巻で完結しているので、これを機にね、全部ドカッと、今日私がゴールデンカムイ買ったみたいにね、ドカッとまとめ買いしてみるのもいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに、このね、イリュウはじめっていうのかな、と伊藤翔太さんのタッグで、今、また、降り積もれ孤独な潮っていう、これもサスペンス漫画。これがね、まだ2巻までしか出てないんですけど、これもね、良きです。まあでも今回はこの親愛なるのね、まあ説明ということで、降り積もれの方はまあこんなもあるよっていうところだけで、はい、うん、読んで。というわけでね、今日のおすすめ漫画紹介を終わります。で、この動画が面白いよってね思っていただけた方や、このね、親愛なる僕へ殺意を込めて面白そうだなって思っていただけたそこのあなた、で、で何も出てこないね。これをねポチッと押していただけるととても励みになるので、よろしければお願いいたします。で、コメントもね、どんどん送っていただければ、もう中の人を大喜びしますので、よろしければそちらもお願いいたします。そして、あわよくば、チャンネル登録よろしく。どうです、久々に信夫さんの真似やってみました。うん。ペンギンズのね、信夫さん。はい。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。